スマートフォンをですね、音楽をつけますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、あと、3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のゲスト形式、ちょうど見ているこちらの方がゲスト形式なんですけれども、こちらの特殊の仕様のですね、ご利用の方が希望となったワイナリーのトークの作業に取り組む前の時間を
さらに、ね、短縮することで作業時で安心して取り組っていただきます。今回10分でご紹介いたしております。さあ、これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この機材を見ていただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、その他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の小型化といたしまして、1月末から3ヶ月間60、60、60、70、70と新たに食品、食品と利益機能が採用されたドライバーも今、登場してまいりました。これまで、実現の技を行いまして、作業をしていた、入れ先や保温作業などまっすぐに、ね、行う作業も、この機械で技術機能を使っていただきますと、誰でも簡単に、まっすぐに、そして時間を少なく作業をしていくことで、この熱中症の60W、65W、70W と、
年の誕生日を迎えまして、こちらの新しい手がけた歴史をシリーズから特集アシスタントの USB が登場された。
Thank you.
ばいよ、かわいそう。なるやろね、うん、段の付やろ、ね、うん、段の付いていい感じになるかなってなるって思うかも。スイカ下がこう上まで上がれないわかと思う、うん、上げたらドローン足りるね。覚えとって。ちょっと開けただけ。ちょっと開けただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思って。違う違う。あそこでわかりにかっちゃうね。円盤の方。ドボンついたらわからんもんってなるけど。円盤の方もちょっと上げとかないと。今まで一発で。標準よりちょっと上げぐらいだ。ちょっと今下がっとった。あ、上げとった。下げないなんですね。ちょっと上げね。あ、なるほどね。ちょっと上げたったら、まあ、ちょっと上がっとる、うん、いや、うん、今ちょうどどっかい見ればよかった今ちょうど見る
場所によっては高さが全然高さだったら普通に合わせてよかったのかね。これは標準で、そこが標準やろ。見えるかな。